千葉テレビ放送株式会社は千葉県全域を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は CTG、通称は千葉テレビ、愛称は千葉テレ。コールサインはジョカル DTV。呼び出し名称は千葉テレビデジタルテレビジョン。2003年4月1日に愛称を千葉テレビから。 千葉テレビに変更。2006年4月1日愛称を千葉テレビに変更。ロゴを CTC から CTC に変更。同時に百9 7 1年に開局して以来、長年使われてきた CTC 坊やに代わり新キャラクターの千葉の使用を開始。2008年4月1日、千葉テレビと共に使われた千葉テレに愛称統一。三十 c h ベイフム NHK 千葉放送局と共用中継局 CH 番号 V は垂直変化2011年7月24日定破点件 46CH コールサインはジョカル TV 中継局 CH 番号 V は垂直変化企業団体は当時の名称出展 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日1971年5月1日関東では群馬テレビに次に2曲目の独立放送局として開局した東放送局はテレビネットワークには加盟せず独自編成を基本として現在に至っているその一方で 他都府県の独立局や一部キー局との緩やかな協力関係は早い段階から構築されており、一部番組を共同で制作、放送する例もある。本社には市長性質及び3つのスタジオと2つの副長性室がある。ただし、ニュース千葉や千葉県内の市町村長クラスの選挙開票特番のみ別スタジオを使用されているが、詳細は不明。 千葉テレビ放送20年には第1スタジオにあたるのが A スタジオ第2スタジオのような小規模スタジオは B スタジオと C スタジオが存在することが記載されている。本社は築40年を経過しており老朽化が激しい。正面入り口から左側の建物は1992年11月増築された。開局からやや経過した頃昼や ゴールデンタイムの生ワイドを放送するなど自主制作に意欲的であったが当時県北西部では広域局の VHF 派が東京から届く関係で東放送局を視聴するためには UHF アンテナを新たに設置しなければならず実際に視聴できる世帯は広域局のそれより少なかった県域の放送広告市場自体も未発達でありわずか数年で 経営危機が訪れる。そのため、関東広域圏の独立放送局では、唯一1990年代前半頃までは、日中に中断時間が存在し、その時間帯は、フィラー音楽番組を放送していた時期があった。一時期は、単に、カラーバーをバックに BGM を流していた、スタイル、1970年代マイナス1980年代中期までは、 お茶の間 BGM やアルバムのジャケットや高校野球運転中指示は雨が降っている球場を固定カメラで中継等の画像に曲目リストのテロップに BGM というスタイルの音楽番組。実質はフィラーであるが新聞番組表にも掲載されていた正式な編成番組、後に音楽ビデオクリップ番組、サウンドホップ、ステップ、ジャンプへ変更された。 1990年代前半頃以降は番組ソフトの充実化が進められ、1990年代中盤頃にはその役目を終えたとして、フィラー音楽番組は終了となった。1983年から2002年までは千葉県の試作に基づき、名の花体操を放映していた。かつて県内の一部の公立高等学校並びに、私立の成田高等学校の合格発表当日に、 合格者の氏名を長丁場放送していた。その際に番組スポンサーとして、高校制服の取扱い店である、千葉三越、千葉総合等の千葉県内の総合格店、大木やジャスコなどがスポンサーとなっていた。CM の内容としては、高校合格に対しての花向けの弁やそれぞれの、高校の制服の宣伝が主だった。1990年代中盤くらいまで、 土曜日の22時からは、県内のあらゆるところから中継する、通行人を捕まえ回答者にする、県内各所を題材にしたクイズ番組、お邪魔します街角クイズを、とどろき次郎並びに、矢野明人の司会で放送していた。この番組は2007年の元日に一度だけ、復活放送した。そして、2007年6月15日からは、お邪魔します、市町村。 街角クイズとして、レギュラー放送が復活し、2021年3月まで放送された。司会は、とどろきじろと、小川真き。現在は、他の独立放送局同様、自社制作番組や、再放送番組などを放送しつつ、一部時間帯では、テレビショッピングを放送している。天気予報の全国の天気で、関東地方の部分が、東京ではなく、千葉になっている。 2010年3月までは千葉のみ赤文字になっていた。また、スポンサーがついている天気予報の場合、天気予報の背景画像がそのままそのスポンサーの宣伝になっていることがある。音楽番組は自社制作、外部制作問わず、大半が演歌、夏メロ関連番組である。そのため、千葉テレビが主催、協賛するコンサートも演歌や夏メロが多い。主に、 平日8時台と22時台と2つの時間帯で放送されている。一方、ロックポップス系の番組は年々減ってきており、2016年3月にミュージックランチャーが終了して以降、千葉テレ制作のロックポップス系のレギュラー番組は消滅している。多曲制作番組でもサクサクなどごくわずかである。また、かつては前日のサウンドジャンプ以来の流れを組む音楽。 ビデオクリップ番組を放送していたが、2015年3月にアンガックスのレギュラー放送が終了、不定期のミニ番組として、規模縮小となり、前日のミュージックランチャー終了以後は、唯一の自社制作ロックポップス系番組となっている。首都圏トライアングル、東名阪ネット6.5一所3チャンネルに参加して、各地の独立放送局と協力しているが、 その一方で差別化を図り他局とのネットをあえて行わない編成が見受けられる。以下はその一例。ドラマは他の放送局の権利が切れた日本作品及び海外作品を放送している。平日は5時、土日は5時30分が放送開始の起点にあたり、放送終了は26時28時の間が多い。放送休止中は 放送設備の保守点検を行っているが、完全に停破することは、あまりなく、試験電波発射中という文字、現在時刻とともにカラーバーをバックにした画面で放送されている。なお、データ放送は休止中でも停破していなければ、閲覧することが可能である。2020年11月30日は、放送機器の更新作業を行ったため、0時35分5時まで放送を休止し、 その間はテストトーン付きのカラーバーや風景映像などが送り出されたほか一時的に停破した。千葉テレ未来チャンネルサブチャンネルについては2021年4月までは主にマルチ編成で利用されていた。主にスポーツ番組で活用しており、サブチャンネルでは以下のような放送が行われている。前日の通り2021年5月からは サブチャンネルの番組ソフト拡充が行われ、千葉テレ未来チャンネルの愛称が付けられた。合わせて、ウォーターマークも、千葉テレ未来チャンネル表示となった。これまでのスポーツ中継や知事定例記者会見に、加えて、平日日中退にこのチャンネル内で、千葉未来チャンネルを新設し、県内学生制作番組、聴覚障害者向け番組、教養に関する番組といった教育チャンネルとしての、 機能を持たせることとなった。千葉テレの場合、緊急時の放送対応の時及びまに、千葉のローカルスポット CM と一緒に AC ジャパンの CM が放映されることもある。千葉テレビは千葉県域局ではあるが、茨城県内でも広く視聴可能である。そのため、茨城県内視聴者向けの番組、CM も少なからず放送されている。 プロ野球関連高校野球兼予選関連サッカー関連その他スポーツ関連区域外再放送同意の方針として日本民間放送連盟の方針で地元地上機関放送事業者の同意がありかつ基本的にケーブル加入者宅でアンテナを及び受信点で受信できる場合に無償同意しているとされるただし光 TV とスカパープレミアムサービスコフレッツテレビは 県外の区域外再放送に同意していないため、主張不可。太字のつぼ根は、パス。字は、字幕放送。では連動データ放送。番組は2021年6月現在のものを、示している。千葉テレミライチャンネルで、放送の番組は、未来 CH と表記する。なお、アニメ番組全般については、千葉テレビ放送アニメ番組放送一覧を参照。 報道番組地域情報番組スポーツ番組バラエティ番組音楽番組書きはいずれも千葉テレ制作著作の番組プロダクション会社制作などの番組は口実趣味教養番組書き6番組はいずれも一つの企業を紹介するビジネス番組子供向け番組季節番組過去に放送された千葉県内の最冷特番書きの中には現存しない祭りもある 下記は千葉テレビ放送20年などに基づいている。ミニ番組天気予報及びビジネス番組以外のミニ番組を記載。以下はいずれも風景映像番組であり、主に穴埋めで随時放送される。また、未来 CH でも不定期放送。数が多いため、伸縮型メニューで表記。放送終了した自社制作番組放送終了した制作協力番組日本テレビ。 系列テレビ朝日系列毎年夏には、テレビ朝日主催、千葉テレ TBK 公演で、QVC マリンフィールド幕張メッセで行われる、サマーソニックの CM が流れる。前日の通り、千葉テレでは、演歌コンサートの主催、公演が多い中で大変珍しいパターンである。TBS 系列テレビ、東京系列現在テレビ、東京系列の番組は、アニメ再放送のみ。 富士テレビ系列、富士テレビ主催、千葉テレ公演のイベント、ワンピースドームツアーなどの CM が流れることがあり、ふるさと祭り東京では、小倉智明が出演、サマーフェスタ、ワンピースドームツアーでは、田中まゆみがナレーションを行っている。独立局は、本放送を同時ネット海外、韓国その他の国テレビショッピング関連2013年6月以降、新聞の番組表では、 買い物情報と表示され、千葉テレ HP やデータ放送の番組表等では、番組名、商品名が表記されている。2013年5月まで、千葉テレ HP やデータ放送の番組表等は、ショップジャパンなど一部を除き、テレショップフンが表記されていた。以下は、定時放送があるものや、多く放送されるもののみを列挙している。その高きはいずれも番組制作会社や、 芸能事務所など放送局以外の制作。演歌のプロダクション会社、福音派宗教の伝道団制作等がある。数が多いため、伸縮型メニューで表記。放送終了した他社制作番組九州朝日放送の制作協力で福岡大英ホークス戦も放送していたことがある。その他関西ローカルで放送されたスポーツドキュメントなどを放送。 山岳共同ドラマ作品は三テレビ KBS 京都、テレビ神奈川共同制作。東名阪ネット6は CTG テレビ埼玉、テレビ神奈川、三重テレビ三テレビ KBS 京都共同制作。千葉テレビではアナウンサー採用を定期的に行っていない。2008年以降のアナウンサーはテレビ埼玉同様に正社員ではなく、 フリーアナウンサー等を所属事務所からの派遣契約として採用している。その上で現在、アナウンサーとして在籍しているのは女性のみで、男性はいない。報道番組についても人手が足りない影響か。以前は、フリーアナウンサーが、食卓として、実質的に土日専門アナウンサーのように、機能していた。例えば、坂口千夏2月から2011年3月や、 川澄スミの4月から2011年9月が該当する。2013年6月以降はアナウンサーを報道番組に特化させ、バラエティ番組などは元アナウンサーが担当している。2016年1月から3月までは再度、人手不足のため土日専門アナウンサー制度が復活しており、前日の朝マルジャスト、ハピモで交通情報を担当していた。 ボイスコーポレーションの MC、声優が担当していた。スポーツ放送についても、かつては、石市から藤巻久や新ロ対一といった、正局員のアナウンサーが務めていたが、現在男性性、契約局員のアナウンサーがいない。そのため、小笠原清志、黒沢浩二西達彦など、外部のフリーアナウンサーに依存する状況が続いている。スポーツ放送のほか。 小笠原はかつて、浅草、お茶の間寄せを、西は、ハピモの HIS でどこ行くを担当していた。ありがとうございます。